よくご覧ください。すごい、染み込まない。すごい、今1回だけ一吹きで。すごい。なぜこんなに液体を弾くことができるのか。それはこの撥水コロコロを使ったから。撥水コロコロを吹きかけるとナノコーティング成分が繊維に浸透し膜を形成、液体の染み込みを防ぎ汚れを防止します。使い方は繊維に吹きつけ乾かしてアイロンをかけるだけ。ワイシャツに吹きつけておくとご覧の通り汚れません。これがあれば綿 100% の T シャツだって撥水できます。雨や汚れに弱いキャンバスシューズで比べてもこの差です。汚したくないものに前もって撥水コロコロで処理しておけば安心です。さらに水分は通さないのに通気性は妨げないので脇汗の染み出し防止にもおすすめ。その他布製テーブルクロスの汚れ防止、ランチョンマットの防音対策、お気に入りのエプロンにも汚れ、シミをブロック。